今回は性格の悪い堀本さんにぴったりな単語を紹介、えっと思ってきました。おいいですね。いきますよ。えー、バヤーと。ほう。無知に対して自負心を持っていること。<laughs> ああ、わあめっちゃ使いたいバヤード。<laughs> いますもんそういうやつ。ちょっと僕は何も賛同も何も言いません、ね。<laughs> いやいや嘘つけ。だから持ってきてるじゃん。<laughs> いやいやいや。絶対水野さんの頭にも浮かんでるはずなの。堀本さんが喜ぶと思って,てま。<laughs> いやでも僕めっちゃ浮かびますもん今あ本当俺なんか学がねえからよわかんねえけどよって言いながら三十分説教するジジいますもんあれバヤードですということで今回はオックスフォード英語大辞典英語大辞典を全部読んだ人の手記から面白かった単語の第三弾ですか思ったよりありますねはい一回で終わるって僕言ってたんです 例のごとく見積もりを間違っていますね。はい、途方もなく間違っていた。はいはい。あの、あれでも辞書物語の中で出てきたやですね。こうした全てが途方もなく間違っていた。<laughs> 水野の見積もりは途方もなく間違ってました、ね。間違ってました。はい。はいはい、今回はですね、えー、っと、 悲しい単語と、うんうん、それから悪口に使える単語っていう、えー、っとくくりで持ってきましたネガティブですね偉くはいなのでちょっとね何だろうき聞いた感じの感想がすごく暗くなる可能性もありますがポップにコミカルに話していきましょうかう、ね、あと悲しい気持ちになったら今日の紹介する悲しい単語をコメントに残してもらえればいいんじゃないですか自己研究で,で、ねはい、あの堀本さんはすごくあの、ま、さっきも話しましたけどあの 底意地の悪い人なので、悪 <laughs>、はい、口のレパートリーをなんか増やそうと日々躍起になってるって、ね。え、そうです。っていうね。はい、人なんです。実は。本業がそれなんですよ。アカデミックに人を小バカにするウェブマガジンをやっていて、<laughs> それで食ってるんです。ね、本当、ね。なんかゆる言語学ラジオでね、ニコニコしてるのとは全く想像もいかない。ね、なんか。 アンビデクスターですねアンビテクスターだけ何だっけアンビデクスターって両方から賄賂もらう人みたいなそうあったねそんなあったそんなあったそんなあったんかあのニコニコした顔で仕事しながらもう片方でその悪口っていうそうだねこれねすごい便利なスキームでどっち転んでもいいんですねつまりお仕事を受けてやってて上手に終わったらよかったなじゃないですかでも例えば代金踏み倒されたりとかプロジェクト担当者が蒸発したりとかたまにあるんですよ そういう時はそはマガジンの方のネタにするから、<laughs> どっちに転んでもいいんですよ、これ。<laughs> いや、怖えよ、そんなやつに仕事頼むのよ。<laughs> いや、だから何もしなければ何も書かないですから、ばっくれたりするから僕が書くわけ、ね、なるほどね。そよっぽどひどいことをされたときにね。そうそうそう。はいはい、だからこのスキーム、フリーランスみんなあったらいいと思う <laughs> 大金踏み倒されても安心していうすネタにするすよね。ああ、そうそう。じゃあそんなあの今後、日々苦しい思いをしたり、人の悪口を言いたくなったときに使える単語をここから紹介していきます。うんはいは ハーフペニーワースー、はいえー、ハーーーフペニーのワース価値があるっていう、うん、そのまんまの出来なんですけど、うんえー、これわずかの出費で口論するっていう悲しい単語ですねでもあるわハーフペニーワースですよねこれありますよ、ね、ハーフペニーワースすることはそれこそそのなんだベンチャーとかなん自分でプロジェクトをやったりした人とかだったら経験あるんじゃないですかこういうのあのー、僕自身もあるんですよね、はい、ハーフペニーワースハーフペニーワースしたこと結構あってはい だからあれですわちょっと前にも喋りましたけど月額会員制村作りサービスってわけわからんビジネスをやろうとしてやってた時期があって、はい、その時にあれでしたねあの皿、うん、マグカップだ、はい、キャンプ用の金属マグカップを買ってきたんですよスタッフが、うん、1>, 1個400円ぐらいの、はい、でなんかすごい当たり前みたいな感じで無言でレシートを渡されて、うん、堀本さんにそうはい なんかマグカップ買ったからみたいな。えでもいるそれと思って。うん、別にどっちもいいんですよ。400円だから、うん、<laughs> 400円のマグカップ買うの別にいいんですけど、うん、なんかそういろいろギスギスしてた時期だったんで、はい、もうなんでそれ無許可で買う買ってんのみたいな、はいそう。お前にその権限あんのみたいな感じになって、<laughs> 怖いよ。ギスギスでそんな直接的に言ってないですけどね。はい、イラッとしたことがあって、はい、これ多分、ね、あるあるだと思うんですよね。あの。 予備校なんてててぶっ潰そうぜっっそう本があって、はい、めちゃくちゃ僕好きな本なんですけどあ,のあれ読むと起業したくなくなる本ナンバーワンなで <laughs> ぜひであの身の回りの皆さんあの皆さんの身の回りで無茶な起業しようとしてるやついたら読ませてあげてほしい、はい、ですで読むとや,やる気ゼロになる。<laughs> <laughs> こんなつらいんだ起業ってあいあ<る>いい本ですねそれはめっちゃいい本、はい、であの本人が書いてるんですよゴーストライターじゃなくて「はい、花房だけ継ぐ」ってめちゃくちゃ出力ある東大文学部の男が書いていて。 でその中で出てくるめっちゃリアルなエピソードがジュース、うん、家のジュースを勝手に飲んでたと。うんうん まあでボランティアスタッフなんですよ、はい、そこにいるのボランティアスタッフで働いてくれてて全然そのジュース飲んでくれるぐらいいいんだけど、はい、あまりにも働きすぎてるし、はい、あまりにも金がなさすぎる資金繰りがやばすぎるっていうのがあって、はい、ジュース飲んでるやつに対して「もうなんで一言書けねえんだよ」って言ってしまって大変な空気になるっていう描写があって僕そこ読んでる時泣きそうになるんですよいつへ<ー> <laughs> あ、そのマグカップを生み出すみたいな <laughs> そう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 あ<ー>なんかこういうのあるよねっていうのがあって。 だからそれですよね <laughs> ーハーーフペニーワース僕も今思い出しましたあのロックバンドのアレキサンドロスが「渡、うん、り鳥」っていう曲とかで有名なアレキサンドロスが、えー、とその売れない時代すげえ長くて、うん、10年ぐらいあってあそ,うなでその間メンバーで共同生活をしてたんですけど冷蔵庫の中の、えー、と自分が買ったじゃがいもが。うん 亡くなってそれで大喧嘩になって,てそれをアルバム名にしてるんですよね <laughs> あそうなんだ1作目のアルバムが確か Where's MyPotato なんですよね<ー>でちなみに2作目が I w a n n a g o t o h a w a i i で、うん、どっちも金ない <laughs> すごいんですよ <laughs> そのアルバム名が確かにすごいですね今ってすごいシュッとしてるしあシュッとしてるって言っちゃいましたけどはい、はい、シュッとしてるし方言,そう方言の、うん、あのなんかこうすごいスタイリッシュな 感じだと思うんですけど、売れる前とか、本当にその貧乏だったみたいで。へえ、じゃがいもどこ行ったと、ハワイきて。そう。で、あの、喧嘩をするというね。ハーフペニーじゃなくて、じゃがいもワース。じゃがいもワース。ですね。すごいわ。インスピラドとかなのかな。これは、神からの啓示を受けたと思っている人。悲しい。うわ、切ないな。切ないっすよね。インスピラド、切ないっすね。 刑事を受けた人じゃないですよね。<laughs> 受けたと思ってる人ですよ、ね。まあ,あの、たまに新聞とかにぎわしますもんね。<laughs> インスピラドーの人が確かにあの、選挙とか地方選とかに立候補して、ね。ああ、出てくる人いますね。いますよね。じゃあ次いきますね。はい、カリストクラシー。お<う>これは、最悪の市民による政治。 修具性みたいなことを、ね、そうですね、そうですね、最悪の市民による政治です <laughs> もっと悪いってこと、ね、そうですね。はあなるほど,なるほどちなみにアリストクラシーが貴族性とかでしたよね、確か。ああ、そうだと思う,そうですよね。うん、うん、だからクラシーっていうのはその政治性とか政治性。まあデモクラシーのクラシーあ、ね、あ、そうですね、デモクラシーのクラシーですね。うん、はい、次行きましょう。うん、ああ、これはあた読み方わかんねえな。えっ、ー、と、また会えよ 手術的。う今聞いたことない。いやーちょっとわかんないねマジでわからん。ちょっとまあこれはえと無益な利便性のない科学技能っていう意味ですね。うんあはあでもそれはあれですね反論したいんですよね。おなんですか。いや利便性のない無益な科学なんてないよと。はい。 そ純粋数学なんて誰も役立つと思ってやってないわけで相対性理論一般相対性理論が何かの役に立つかはからなかったけれども心理の探求に結局必要だったからあれは行われたわけででも一般相対性理論のおかげで今は GPS が作れているわけですよだから無益な科学っていうのはなくてそれは後に技術として結実するだけであってそんななものはないですよ言いたいこと全部言ってくれましたね。<laughs> 代わりに水野さんの先回りをしてたいや僕,も僕もそういうタイプなんでちと,と<ー>無益な科学っていう言葉とか学問が役に立たないってことは嫌いですね嫌いですねうんあのだからえっ、ー、と ABC 理論の、うん、えと証明を、えー、と京都大学の望月先生が、うん、えとされてたんですけど、うん、その時にちょっとまあ仕事で、えー、と記事をそれに関する記事を作ることになってはい、はい、まあ、えー、と取材をしてと望月先生にじゃないですけど詳しい人に話を聞きに行っていったのが、うん、えと科学あ数学っていうのは その、発明された、例えばじゃあ ABC 理論が証明された瞬間はまだ役に立ってないが、うん、50年とか100年のスパンでその後科学や物理学に役に立っていくものだと。うん、だからフロンティアなんだと。うんうん、それを活かして実学が応用しているだけであって、そうなのよ。っていうことを言っていて、<laughs> だからえと望月先生の宇宙祭対比ミリオン理論とかっていうのも今後と必ず役に立つはずだけれども、うん、100年ぐらい経たないと分からんっていうことを言っていてい,っていうでそんなん個人レベルでも一緒ですからね、うん、あのこんなん絶対何の役にも立たんだろうと思ってやってた数学の勉強がある日急に役立つことがあってあ、はいはい、僕で言うとですね「ツーペン」っていう遊びを開発したことがあるんですよ、ねはい、この話したっけしてないですねあよかったあのツーペンっていう遊びを作ったんですけど、はい これあのじゃんけんって効率悪いなと思って <laughs> はいコスパ中なんでえっとそれはだから5人以上とかだと決まらないみたいなそうアイコン多いし 2>,、はい、2人でやってもアイコンになる3分の1の確率でアイコンになるし、はい、不便すぎないそれと思ってはいでだからツーペンっていう改良版を作ったんですね、はい、明らかにじゃんけんよりも効率のいい決め方なんですけどうんうん、うん ツーペンやろうぜって言いながら言った方が手を挙げるっていうルールのゲームなんですけど提案者は特権的な地位に上がるっていう <laughs> 取り決, <め S 2> <れ>決めがあるじゃないですか勝率は一緒なんですよあ勝率は一緒なんだけど取り決めとして親みたいなのを決めとく必要があるのでーるツーペンやろうぜって手挙げながら始めるっていうじゃあやってみたいですちょっとそしあ本当ですかでも、はい、あれですよグーとチョキを出すだけのじゃんけん的なやつで、えー、ツーペンやろうぜって僕がやったら僕が手を挙げるわけですはいでツーペンで出してくださいね行くよ、うん、ツーペン ペンあ,あ、じゃあためがあるんですね。<laughs> 独特なリズム。<laughs> なんなんその、あの、なんていう、グッチー、グッチみたいな、<laughs> その独特なリズムを。じゃグッチーはが発案したわけじゃないから。<笑><笑>自分の流れに流れる、その、ブラックミュージックのルーツみたいなやめて、それ。確かに、ツーペンの発明にはグッチーツーペンかと思ったよ、俺。なん、なん、どんな感じでしたっけいや、ツー、ペンため <laughs> <laughs> になって、毎回、毎回。 <laughs> うわ、恥ずかしいわ、自分の中のルーツ、完全にグッチーですよ。堀本さんがそういうミュージックにバックグラウンドを持ってることは分かった <laughs> っ、ね、ブラックミュージックのルーツが流れてるんですけど、<laughs> はい、<laughs> じゃあもう一回いきますね、はい、じゃあ、ツーペンやろうぜ、はーいツーペン、よし、僕の勝ちです。な<ん>で <laughs> <laughs> なんで <laughs> これ要するにそのやろうぜって提案してる方が親とかまあ手を挙げている方、はい、提案者ですね。はいはい、で偶価チ貯金を出して同じ手だったら提案者が勝つ、うん、で異なる手だったら提案してない方が勝つじゃあ2人の時は勝率50%ですねそうでこれ一撃で必ず決まるじゃないですか、はいはい、で3人以上の時は、えー、少数派が勝つなんですよ。うんうんうん、はい だからグー,あグーとチョキチョキとかだったらグーが勝つと。そそそうううっていう取り決めにして 2>,、うん、まあ2人になったら今の作業をする、はい、でちなみに難しいのは2人になった時提案者がいないから、うん、どっちが提案者の地位に回るんだっていう問題なんですけどそれは神座の人間が回ります。ま <laughs> 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 まあ突っ込んどくわ神座の人間が提案者になるよという取り決めで,、はい、でこれで確実にじゃんけんより早いと。うん どんなケースでもじゃんけんより確実に速いしなんなら期待値を出そうと思ったんですよ。はい、どのぐというのを定量的に示したかったんですね、うん、理系学生だから。はい、でこれ計算しようと思ったんですけど、うん、実は結構難しくてこの期待値の計算って、はい、じゃんけんでどんぐらい時間がかかるかな一ターンあたり、まあ、1秒だと仮定するじゃないですか、はい、でそうなると3分の1の確率で2ターン目に持ち込むわけですよね。うん で、さらにその3分の1の確率で3ターン目に行くわけですよね。って、うん、なると、これ、無限に続くんですよ。全化式みたいなの組まないといけなくなる。そう、だからこれあれですね、無限逃避級数。ああ、そっか,か、そっか。無限逃避級数を求めなきゃいけないい。ですよ。はい いやもう確率全化式が今頭に浮かんじゃいましたね。はいはいはい、はい、それまたちょっと違うかな,そうかなんかあの数列的に確率を扱うときのやつですねそれは。期待値を求める時は全部足すんではい、はい、1>, 1個を求めるんじゃなくて、はい、全部足すからこの和を求めなきゃいけないなってなって、はい、3分の1かける3分の1かけるなんとかっていうこれ大学受験でやったなと思って。うん、高校数学 2B でやったぞこれ無限はね多分 3C あじゃあ無限はそうか、うん、3C か、はい、まあなんかこれとにかく数列でやったなってなってうん、うん、これどうやるんだっけってなりながら友達とね理系学生と喋っていて、はい、結局誰かがちゃんと思い出したんですよね、はい、これ公費ーーを一回かけてずらすんだよね あった、あった、あった。そんなのあったな S って、S 引く、2S して、みたいなやつだった。そうそうそう。SN、この場合は公費が3分の1なんで、SN と3分の 1SN を出して、引き算すると全部消えるんですよ。はい。間のやつ。パーって消えて、1と SN。そう、最初と最後です。1個なんか残そうそう。最初と最後だけ残るから、ここから出せるよねっていうやつ。ああ。 をそいつが思い出して「あーそれやったわ」ってやって <laughs> ずらすやつだったわめっちゃやったわ <laughs> でめちゃくちゃテンション上がりながら解いてで案の定ーペンはこれぐらい優れていますじゃんけんよりこれぐらい優れているよ、はい、なんか忘れたけど1.6倍ぐらい優れてたんじゃないかな確かに、うん、っていうのを定量的に示されて大感動したんですね、はい だから、ね、こんなん一生使わないじゃんって絶対思うじゃないですかずらすやつ、はい、ずらす9数の求め方絶対使わないと思ってたのに使う時が来たんでだから全部の数学はそうなんですよ、うん、個人レベルでもそうだしマクロの視点で見てもそうという逸話としてこれはね教訓勉強の教訓として刻んどいてほしいな高校生に <laughs> 思ってます。<laughs> 急に教えを始めましため <laughs> このまた英語敵みたいな単語で急に気がついた <laughs> そうですね急に喋りたくなってしまうすげえ堀本さんに「学問なんて役に立たないですよね」って書いてこんなふうにまくしたてられるんですね <laughs> そ10分喋らされる <laughs> <laughs> 10分べらべら聞くことにねツー 2> 2ペンの話を <laughs> オブミューテセンスかなオブミューテセンスはい、えー、頑固になってもしくはイコジになって口をきかない状態 あーでもそれもねカップルの喧嘩とかでありますよね。ああ、確かにね。オブミューテセンス。悲しい単語ですよね。悲しい単語だし、れね、それ、恋人に言ったら怒られそうですよ <laughs> お前、そんなオブミューティセンスすんなよ <laughs> <laughs> は<ー>。はぁなるわな,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 な、それゃなる。だいたい僕、理屈っぽいこと言って怒られるんで、うん、理屈っぽいこと言って怒られてるときに、そんなオブミューティセンスすんなよ <laughs>。<laughs> 最悪ですよね <laughs>。おいうち。おいオブミューティセンス。おいオブミューテセンスしてしまいますね <laughs>。 はい、次行きます、えー、とプリニズム大プリニウスの博物誌に参見されるような、うん、正確性事実性が疑わしいと思える発言や説明 <laughs> 報告 <laughs> バカにしてるなプリニウスのこと悲しい大プリニウスね偉大な人物ですけどね <laughs> 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 ね、だってこれ人の名前で付いてるわけじゃないですか,、うん、だから例えばそのホリモティズムみたいなそういうことです、ね、その誤った説明みたいな多分になってるわけですげえ不名誉ですよねすげ不名誉大プリニュース,、ね、スにとってね、うん、なんでプリニズムでしたっけえとプリニズムちなみにあのテルマエロマエの山崎まり先生が今プリニュースっていう漫画をあ、はいはい、書いてらっしゃいますねあそうなんだそうだから僕それでプリニュースはめっちゃ親しいんで今実はプリニズムって聞いた瞬間にプリニュースと関係ありますって言おうとして絶対関係ないなと思って <laughs> まさかのねしたら関係あったっ関係あってしかもバカにされてるてい, <laughs> いろいろ切ない、ね、悲しいですねでも山崎真理先生は大好きなんで、うん、プリニュースのこと、はい、で僕もそれで博物館の内容を調べたら結構面白くてへえ<ー>プリニズムなんて言葉でバカにされるべき人物ではないと思いますけどね <laughs> それをぜひ皆さんには頭に刻んでおいていただきたいです ま<た>説教おじさんの回だね。みたいな単語からおかしくなってる。<また> <laughs> すみません、説教に。目にうこ入りました。もしかして。<laughs> そうですね、逆パウロ。うん、逆パウロしてしまったかもしれない。怖えな、なんかちょっと。これから何, <laughs> 何言ってもなんか怒られるかもしれないな。あでも全然いいやつありますよ。うん、えっと、うわ、むずいな、これ。え。 悲しいまあでも汚ね屋台とか行くとね汚えもん出てきますからね <laughs> <や>あれリポファジーですね <laughs> いや日本で出てくるのにそのレベルのもんないでしょ <laughs> まあないか、うん、そうだねハードル高いっすよリポファジーの次ですね、えー、テリキュラメント、うん、根拠のない恐怖を吹き込む <laughs> ああまあまあなんか歴史上そういうのありますよねうんいろいろあったでしょうねこういうの、ね、なあれでしょあ,のあれだ ハレー彗星が日本の近くを通過すると6分間地球上の酸素がなくなるから <laughs> <laughs> 酸素を確保しなきゃいけないっていんであそんなんあったんだそうこれ1960年とかじゃないかな<ー>戦後にそういう時はあってみんな死ぬ気であのタイヤのチューブとか確保したらしい <laughs> 空気するために <laughs> <laughs> 面白いな面白いですよねいやでも 当時にになったらら多分真剣んうめっちゃ品薄になったらしいです。ああ、だからあれもそうかもしれないですね。ちょっとコロナ関連になりますけど、ティッシュ買い占め。はいはいはい。ティッシュだけ。トイレットペーパーの買い占めとかもそうだし、あと今パッと浮かんだのは2000年問題だああとか。いや、待って待って、2000年問題はね、結構マジで。あそうなんだ。マジのやつもあったと思う。じゃあ、ノストラダムスの恐怖の代用でもいいや。だったら。あ、そうだね。あれとかはもしかしたら、テリキュラメントかもしれないですね。 2000年問題はね結構頑張ってエンジニアが対処したらしいですよあそうなんだだから何事もなかったらしいあそうなんだらしいですよへえんか起きなかったちゃんちゃんじゃないんですねなんかそんな話を読みましたねどっかで、ね、頑張ったよっていうそうなんだ <laughs>、うん、はい、えー、次行きましょうウェル・ウ、えーダーウェル・ウーダーかな、うん、条件付きで他人の幸せを祈る人 <laughs> あーあーでもいるねいるし自分もなっちゃうこととかありそうですよねこれはそうだね、うん、あのそれはあれですわカントの主張って多分あの「加減名法」と「低言名法」みたいなのがあったと思うんですようです、ね、こういう <laughs>、ね、そうこういう場合には人に親切にすべきだみたいな、うん、己の確立に従えとそ,ううそ,うそれは人間のやるべきことではないよねと、はい、常にこうするという倫理を確立せよみたいなこと言ってたと思うんですけど、はい え何でしたっけえーっとウェルウーダー,ウェルウーダーになるなよってことですねあれだそうですねちょっと読み方マジ怪しいけど、うん、そういうことですね条件付きでは祈るなと、うん、ずっと祈れとカント先生ブチギレですねですね、うん、はい、えー、あと2個ですね、えー、ワンダークラウト人、うん、目を引くが価値のないもの <laughs> まあまああるよねいろいろありますよね あるよね。まあだから、タピオカ屋じゃないですか。おっとまた、またまた喧嘩売るんですかいろんなところに。これから夏ですよ。間違えました。何でもないです。間違えました。いや、タピオカは僕も買うんで、価値あります。うん、あ,あれ。買うのにめっ,めっちゃ価値あります。超価値ある、超ある。ある下手なこと言うもんじゃないぞ。<laughs> 違うのよ。あの、1秒検索したんだけど、いいのがなかったから仕方なくもう最初に浮かんだやつ出した <laughs> これはもうしょうがない。リアルタイムで出してるからそうですね。そうなんですよ。うん カットしないでおきましょう。う <laughs> カットしたいな。<laughs> はい、ヤストですね。悲しい単語は、えー、ゼノジェネシス。お、かっこいいけどね。両親に似ていない子供。ああ、えでもかっこよくないですか？<え>悲しい。だってこの原因って親両親ね、その子の親両親とは違うんじゃないかってことじゃないですか？まあそういう原因はあります、ね、ですよね。悲しくないですか？いでも。 俺ちょっと両親どっちにも似てないんだよねゼ,ゼノジェネシスなんだよねって言うとなんか優越感があ, <laughs> ありますね。<laughs> そうそうそうあの。似たので言うと、はい、中国の一人っ子政策の影響で生まれたんだけど戸籍登録しない子供っていうのがい,、はい、いっぱい生まれたらしいんですね。はい、つまり税金がめっちゃ高くなるから、はい、だから生まれてないことにされた子供、はい、のことを黒い黒に核爆弾の核、はい、で子どもの子、はい、と書いて黒隠し。 ハイ・ヘイズって呼ぶらしいんですよ。めちゃくちゃかっこいいなと思って。不幸だけどな。いやそう不幸なのよ。絶対生まれたくないんだけどハイ・ヘイズに。でもハイ・ヘイズだったら俺かっこいいなって思ってしまうんですよね。響きだけはね。五感と合ってない言葉ですね。ゼノジェネシスもね。ゼノジェネシスもそうだと思う。かっこいいもん。 ということで、あのー、見てる皆さん、聞いてる皆さんが待ってるか分からないけど、堀本さんお待ちかねの悪口、いきましょうか。ぜひぜひ。一、ね、人だけテンション上がってる、ね、<laughs> <れ>かもしれないですね。うん、はい、一つ目いきますね。えー、っと、あの二万ンキュール。アノニマンキュール。きゅニキル。はい、匿名の三流作家。ああ、いますね。匿名の三流作家で、ね。腐るほどいますよね。やめ,やめろよ。<laughs> 下手なこと言うなよ。あ<の>頼むよ。<laughs> 僕この間釣りのことをちょっと調べてて釣りの名言なんかね釣りを覚える結婚すれば3日幸せになれる料理を覚えれば1週間幸せになれる釣りを覚えれば一生幸せになれるみたいな名言どっかにあった気がするなと思って調べてたら釣りメディアなんとか釣りなんちゃらっていう釣りメディアウェブメディアにたどり着いたんですけどそこがもうひどくてその名言紹介して。 で名前なんかジョニー・なんとかみたいな名前が書いてあるんですね。はい、で解説のところで「とてもいい言葉ですね」と「この言葉を残したジョニー・なんとかさんという人はどういう人なのかちょっと存じ上げませんがすごくいい言葉だと思います」書いて,て <laughs> お前は何のためにこの記事を書いてるんだ?」<laughs> お前仕事分かるお前の仕事」<laughs> 感想書いてましたそ。そうなんですよ。ひどい、これ小学生。いいねって小学生が書いてるのかな <laughs> それがね、立派な釣りメディアとして、ちゃんとしたデザインのところにあって。SEO でも上に上がってるわけですね。そうなんですよ。はい、ひどいなと思ったんですけど、あれ書いてるやつはアノニ二万キュラス。アノニ,マン,アノニマンキュール。アノニマンキュールでしたね、完全に。アノニマスが匿名のですもんね。そうですね。うん、はい ということで、匿名の三流作家ですね。ちょっとあのこれ以降、堀本さんが下手なこと口走らないか、ヒヤヒヤしながら僕も読み上げていきたいと思いますね。<laughs> 気をつけます。はい、絶対やめてくださいね。はい、はい、えー、っとヒンダーメイトうん。ハインダーかヒンダーか分かんないけど、助けるというより邪魔をする。仲間 <laughs> いやでもいるでしょ。それも <laughs> それもいますよね。こいつ足手まといだな。言葉が悪い。<laughs> ヒンダーメイトですよね。あれがね。 <laughs> ちょっと、あの、いろいろ口走る前に、ちょっとね、あの、進めておいて、そうですね、先に表情。いろんなところに喧嘩売る前に、ね、サクサクいきましょう。はい。えっ、ー、と、ジョブズコンフォーター、癒してくれそうに見せかけて、実は面倒なことを起こそうとしている人。<laughs> あ、でも、それは意外とあんま思い浮かばない。な、ヒンダーメイトの近接概念ですよね。そんね。癒してくれそうに見せかけて、実は面倒なことを起こそうとしている人。 あーはーはーあだからあれだわあの家に置いとくと嬉しいからっていう理由で紐を買い始めたんだけど、はい、金をちょっとずつ財布から抜いてた,たいです、ね、<laughs> ああそうですね <laughs> その紐ですね確かにそうですねジョブズ・コンフォーターですねジョブズ・コンフォーターのは,はいじゃあ次行きましょう、えー、バラーマイトかな、うん、お金のために宗教心を持つ人 <laughs> これはちょっとノーコメントでいきましょうか。<laughs> バラマイトの実例を探すと大変なことになりそうな気がしますね。そうですねやめましょう。<laughs> はい、で、えー、っとですね、コンスピューかな。うん、えっと、軽蔑や部別をして誰かや何かに唾を吐くっていう単語ですね。それ一単語で言えるんだ。言えますは<ー>だかから堀本さんんがなんか 悪口言いたいいたた対対象ににして唾を吐いた場合にはコンスピュート,コンスピュートでもそれ物理的に唾吐いてないと言えないですよね。言えないです、はいあ。じゃあちょっと使えない、ねその。俺は天にも唾するぞみたいな例えじゃなくてはい、はい、ちゃんと唾を吐いてる時だよね。はい、それはないだろうな。う、うんこ撒き散らすより <laughs> はある。<laughs> 同時にやったら2個とも達成できますけど。んでトロフィー達成みたいなのは何ですかそんな集めたくないんで。 この今日紹介した単語を全部使い終わった人、最初最初に使い終わった人に何かするみたい、ありたいですね。やりたいですね。ね、あの、す、スカンバーして、ランとして。そうですね。ビールを強くするために,2たに、ね、二を加えて、やってほしい。ロィーシステムみたいなねそ。そうだね。それ一個一個ちゃんと達成したら、送ってってほしいですね。写真を。ね、<laughs> 見たくない。<laughs> 今ビスカンバーしてます。アンピストとかはもう普通の状態です。真顔で写真撮ったら解決ですね。テステキュラスも嫌ですね。抗ガの写真送られてくるのね。ガキンって。あ、そっか、全部やるとか簡単に言っちゃったけど、テステキュラスは。最悪のものくる。そうですね。雑誌、生まれ持ってますからね。上品なラジオって言ってませんでしたね。そうです。失礼しました。やめましょうやめましょう。すぐこういう話すんだから。エロザブル。エロザブルかわかんないけど、おだてに簡単に乗ってしまう。 うん。これ結構使いやすいんじゃないですかこれも多いですねでもね、うん、<laughs> はいじゃあ次いきますねえー、っと、ゴーブモウシュゴーブモウシュかな、うん、どんなに馬鹿げたことであっても何でも信じる人ああああ ホメオパシー <laughs> ホメオパシーに夢中な人です、ね、<laughs> まあ詳しく聞きましょうかホメオパシーちょっと分からない人もいると思うんで説明してもらえますかホメオパシーはあの面白インチキ医療として有名なやつでこれ大丈夫かな怒られないかな怒られるかな <laughs> いやあのあれですよねホメオパシーの面白要素としては薄めれば薄めるほど効果が強いとされていて薬のはははへえだからなんかちっちゃい木の根っこみたいなの煮込んで出した薬を 1滴をペットボトル2リットルに入れてはははよく混ぜてそっからまた1滴取り出してよく混ぜてみたいなことをするんですよ。はははだからあの化学計算を一生懸命するとね分子一つも残ってない確率が高いな、うん、<laughs> っていうものを飲んでめっちゃ効くわ やっぱ薄いと聞くわっていうのがホメオパシーです、ね、ーはいはいはい。そうですね、ちょっとまあフォローしておくと、まあ今の科学も、うんあの、科学を否定するわけじゃないんですけど、今のところ正しい、ね。そうですね。まあ東洋医学とかで例えばね、こう解明されてない。 けどなんか聞くかもみたいなやつとかをね、うん、こう研究すると意外なことが分かったりすることもあるのでそうだね何とも言えないですけどもちろんだから効果がないわけじゃないかもしれないですね、うん、そうですねこれから発覚するかもしれない、はいうん、絶対ないとは言えない <laughs> そうですね,いう感じですねなんかすごい奥歯に物重な思いになりました <laughs> すごい引っかかってしまいますね <laughs> はい次いきますね、うん、はいえー、ホーンフェイス、うん、妻を寝取られた男のようなマヌケズラああそれいいわ私的表現だわ <laughs> 使えるんじゃないですか。<laughs> それだから、ほうけてるだけじゃないですか。言うたら。そうですね。これだから、パッとこう、はい、こういう顔ですよね。うん、だから、例えば、こうなんですよとかって。え。 ってなってる時に、うん、フォーンフェイス。フォンフェイス。妻を寝取られたような間ぬけ面だね。<laughs> そうそう。それだから完全に私的表現ですよね、こっち側の。言う,んうん、うん、側の能力を見せてる感じが。ああ、だから、そっか、ね。堀本さんは悪口を言いたい人だから、うん、状況に応じて使う悪口じゃなくて、うん、こっちの運用次第で使いやすい悪口の方が好き、ね。そうなんですよ。好きなんですよ。あだからね、僕、よく似たやつで、あの、中原中也。はい。あ、はいはい。が、文豪が、 飲み会の場でサそう太宰治に対して「青サバが空に浮かんだような顔しやがって」言ったらしいんですようん、うん、有名なやつこれ最高だなと思って確かにね <laughs> どういうこと <laughs> そのセンス絶対出ないじゃないですか、うんうん、でも中原忠也天才詩人なんでね「ゆ、はい、あんゆよんゆやゆよん」という一節が 詩でありますけど<ー>あ知らないですかこれ知らない<の>それ知らないよ一番か二番有名なサーカスっていう詩の中の空中ブランコの音だと思われるこれ中原中の独特の言語感覚で言わん言おん言や言おんすごい耳に残るフレーズ とかを書く男ななのでやっぱそういうい人なら出せますよねうん、うん、青サバが空に浮かんだような顔しやがって今だったらやっぱあの千鳥のノブさんとかが言うんじゃないですかなんかわかんないけど芸人さんとかが面白く例えるみたいな方向ですよねでも詩人さんとかが言うっていうよりはそうですね芸人さんがが独特の表現ととかすするることはねある気がしますけど、うん、でも詩人だと思うの青サバが空に浮かんだような顔じゃない、ね、その例えは出ないんじゃないですかノブさんからも。確かにね まあっていうのがいいんで、やっぱその類型ですよね、<ん>ホ<ー>そうですね、ホーをフェイスも使っていただければ。うん、はい、えー、どんどんいきましょうか、えー。次ですね、メディオクリスト。はい、これ、二流の才能の持ち主。ううん。ああ、でもいいですね、二流というより、かっこいいですもんね、うん、メディオクリストの方そう、メディオクリスト。使いやすいですね、これは。うん、それから逆に、えーと、モノダイナミック。<う>モノダイナミック。えー、これは才能を一つしか備えてない。 いいですねそれかっこよくない悪口より <laughs> モノダイナミックモノダイナミックだなあいつっていう <laughs> 特化型みたいな感じで確かにねでも例えばコミュニケーションが苦手なんだけど創作はすごい人とかいじゃないですかモノダイナミック感確かにあります、ね、そうかっこいいですよねこれも便利ですねはい次えー、とフィリドックス、うん、これ自説に惚れ込んでいる人 <laughs> ああなるほどねあの自分の説ね自説そうですね自説って これねだから聞いてあの深読みおじさんのことだなと思いましたね堀本さんがあ雑談会で,、ね、で言ってた,った、ね、あのどうしてもその、えー、とこの説こういうふうに読めるんだって発見しちゃうと、うん、もうそれから離れられなくなるって言ってて、うん、フィリドックスだフィリドックスですねだからモロハの三門線かな三門線か、はい、三門線の中の、えー、一滴落ち情熱の炎に一滴落ちた 水はもう涙は水か油か,か。はい、水か油か。は、もうあ、うん、メシアとかけてるんだよね。<laughs> 油を注がれたものであるメシアとかけてるんだよね。が、頭にこびりついて離れないときはフィリドックス、うん。フィリドックスです,ですね。はい、なるほどね。自殺に惚れ込んでしまった人ですね。はい、な,るなるほど、なるほど。あとむ、無駄な科学技術などないぞ ですごい説教する人とかね、数ペンを計算するときに役立つぞとか言ってる人フィリドックス。フィリドックスね、結構意外とかなりフィリドックスだと思います。意外とね。逆にだからね次のこれではないなっていうのがあって、それがねショートスィンカー。これは深い会話のできない人。ああ、ショートスィンカーいいですね。いろんなところにいますね。やばい。雲行きが怪しいなまた。ショートスィンカーいろんなところにいるんでしょ。またか、また各所で喧嘩売るつもりですか。 いやだってね、うん、結構多くの人がね、うん、目の前に座って飲んでたらね、はい、なんか自分のサンプル一の体験だ思い出 <laughs> これ雑談会の繰り返しになるの <laughs> その回と全く同じ、ね、再生産でしょうよもうまだあの雑談会の時にショートフィンカーっていうの概念を知ってたらあま,た、ね、うまく綺麗に分割して喋れたなと思いてますね。はい えーと次ですね。ウルトラクレピダリアン。<laughs> ウ,ルアンウルトラクレピダリアン。うん、自分の範囲、限界を超えて助言したり批判する人。お<ー>無知なデジャバリな評批評家っていうのです、ね。はあ、いいですね。ウルトラクレビダリアン。はいはいはい。 さんがよくやって怒られてるやつですね <laughs> また喧嘩じみたいですか <laughs> もういろんなところにいやウルトラクロビダリアンでよく怒られてるね <laughs> さんはお前は何大した勉強もしてないのにそのことについて偉そうに喋ってんだってツイッターでよく言われてるイメージが社会学以外なことを言うなみたいな、ね、そうそうそう社会学もそんなにやってないだろうって言われて <laughs> <laughs> かわいそうだなと思いながらますいつも <laughs> 厳しいなあっていうそうそうそう いやでももしかしたらこれ僕もウルトラクレピタリアンになりえますからねあーでも俺もだわ、うん、<laughs> すげえ使ってるもん別に勉強してないもんそうそう僕だって言語学じゃあお前大学でどんだけやったんだって言われたら、うんそうね、授業中寝てただけだし基本的にテストの時だけ友達にノート借りて、うん、論文の一本も出しちゃいない、うん、出しちゃいない学会にも出てはいないそうですね僕でもない人間 ああ、暗くなってきちゃいましたね。そうですね。授業中、ホームフェイスで授業受けたわけなんで。まぬけずられてまだからまあ、僕もウルトラクレピダリアンの可能性もあるんですけど。いや、そうだわ。反省しないといけない。そうですね。気をつけます。最悪じゃないですか、ウルトラクレピダリアンでフィリドックスのおじさん。六でなしだよ、救いないですよ、完全に。気をつけましょう。気をつけまでしょそうだね。気をつけよう。はい。あと2個です。長かったですけど。はい。ゾイラスかな。ゾアラスか、ゾイラスか。 うん、え嫉妬深い批評家、うん、っていう単語ですね、これは。うーんなるほど。さんかな <laughs> <laughs>。離れましょう <laughs> ょご。ごめんなさい、頭にこびりついて離れないんで。ごめんなさいね。そんなことないです。<laughs> <laughs> さんじゃなかったです。すみません。やめましょう。はい、えー。そしてラストですね。えー、ベレティベレティかな。ベレ,ベレティかベレデティはか。はいうん、これ、堀本さん好きそうだな。 行動や努力を伴わない希望願望 <laughs> いやめっちゃわかります <laughs> すごい好きですこれは、ね、ベレディーデいっぱいいますねこれはね使いどころありそうです、ね、あの僕のその最初に言った有料マガジンはい人をアカデミックにバカにする有料マガジンみたいなのって主にあの口だけでいろいろ言ってて、はい、俺は世界一のなんかインフルエンサーになるみたいなうん,うん。 ことを言っていて三年経ってもフォロワーが千人のままみたいな、はい、得られた収益は六百円みたいな人をやっぱりバカにしたいんですよ。好きにしてください。<laughs> そのね例えば一生懸命作品を作ってる人とかバカにしたくないんですね。じゃなくてなんか口だけ偉そうなこと言ってるけど何も作ってないやつみたいなとやっぱバカにしたいんですけど、うん、もうブレベレイディベレイディ,ディはい。 ですね完全に僕のやりたいこと一言がそこに詰まってる気がしますベレイディに関するアドクサグラフィーを書くことそうベレイディに対するアドクサグラフィーですねなるほどねまとまりましたね堀本さんの仕事、ねうん、ああすごい嬉しい、ね、やっぱ言葉を覚えるとこういうことがきいですよね,ねすごい増やすと嬉しいだから次から自己紹介でベレイディに対するアドクサグラフィーをやっています堀本 <laughs> ですって言えますねそうですねなんかちょっと怖いですね <laughs> そうですねもうまともなコミュニケーション取れないですそいつとは。<laughs> <laughs> あのオノマトマニアになっちゃうんだう、はいということで全て紹介し終えましたが、うん、えと堀本さんいかがでしたいやもうやっぱめちゃくちゃ面白かったですね。もうよかったよかったこれ僕のツボなんでうん、うん、これ専用ラジオにしてもいいぐらい嫌だ,だよ嫌 <laughs> だよいろんなところに喧嘩売ってるじゃん <laughs> 無限に単語を紹介してもらってあ単語をねそうそうそうあ悪口じゃなくて、ね、悪口じゃなくて、ね、はい,、はい、いやもう悪口いっぱい言われるとねやっぱりね さんでって言い出してしまうので <laughs> やめてもう,や,もうやめて直接言っちゃうから関わってると思われたくない, <laughs> いちょっと間違えました何でもないですいやさん <laughs> のこと好きなんで僕、うん、かなり本読みますそ,そう本読んでますね僕も、はい、全然そんなことないですよ、ね、で結構これ極上の悪口をここまで紹介してきたんですけど、うん、なんかね堀松さんなんかあのもっといい悪口をこう今まとめてるみたいな話を聞いたんですけど 嬉しい。ありがとうございます。上手な宣伝への誘導で、ね、なんか、<laughs> オックスフォード英語大辞典よりもいい本書いてるって聞いたんですけど。そう、あの、70年がかりのプロジェクトよりいい本を今書いてまして。<laughs> はい。半年がかりで。<laughs> だいぶしょぼいな。<laughs> 全20巻よりは。よ <laughs> りはしょぼい。全1巻。<laughs> 全1巻の本読みやすい。読みやすい。1年かかんないですけ、ね、そうよ。そうよ 1>, 1日8から10時間で1年間かける必要ないんですよね。そうですね。1日8時間で読み終わると思います。<laughs> 目,から鱗目に鱗ろ入ってくることもない。とかなり読みすます。ちょっとタイトルがねこれでいくかどうかまだ怪しいんですけど、はい、もうこの動画が出る頃には明確になってる「うん、インテリ悪口ハンドブック」お<ー>過去課題をちょっと今書いてましてもうこの動画出る頃には発売日も決定してて、うん、予約フォームを。 はい、あるはずです。はい、なんで概要欄にそれ貼っておきます。このね、予約って大事なんですよ。そうなんですよね。出版社と。出版社の人間なので、ちょっと一言言いたいんですけど。うん、予約がね、一番、その著者が喜ぶ形なんですよね。その通りでございます。あの、いくら予約が取れたかによって、その増発するかどうかとか、結構見ていて。出版社の人って、うん、逆にその、予約、えっ、ー、と、出てから買おうだと。 数字としてなんかいまいちね効力を持ってないんですよ。あるんだけどね。別に全然あるんですけど、うん、だからあの、まあ、この「ゆる言語学ラジオ」好きな方とかは、まあ、それこそ投げ銭だと思って予約してもらえると嬉しいない,いや本当そうなんですよあの。担当編集士にもすごいそれをめっちゃ言われてまして <laughs> やっぱ初動が命なんでなんか「良いおまけ」とかつけたいですねと、はい、最初初回限定の「良いおまけ」とかつけたいですね、はい、っていうことなんで。 おそらくですがちょっとまだ本決まりじゃないんですけどおそらく僕が今までで一番バカにしてきたしょうもない青年がいるんですよ26歳のずっとインフルエンサーになりますみたいなことをってね勉強するとちょっとよくないんではい。僕は勉強しないで成功できる事例になりますんで勉強しませんとかなんとか言って薄いことをずっと言い続けている友達がいるんですよ。 と僕の三時間対談。<laughs> おまけとして多分ついてきます。<laughs> な,るなるほど。じゃあ性格の悪い人は予約特典も狙っていくと。これ面白いと思いますよ。その異常の精神構造なんでやっぱり。<laughs> <laughs> <laughs> 言い方。<laughs> じゃあこの今僕が紹介した悪口よりももっと気の利いた悪口がたくさん載ってるわけですね。そう本の内容ちょっとねあそうだね、うん、あのおまけの話先にめっちゃしちゃった、うん、本の内容としてはそのアカデミックに人をバカにするためのウィットに富んだ、うんまあ、おしゃれに人をディスれる本にしようかなと、うん、なんか具体例とかもらえたりしますね持ってましてなな何がちょうどいいかな 今日出たた話とか多分似たやつも結構あって今日やっぱ我々フィリドックスだっていうことが発覚したんでフィリドックスに対して使えるインテリ悪口、はい、フィリドックスな人がいた時に使える悪口ですねそうですねを、はい、紹介しますじゃあ僕が今から実説をすごく強硬に主張するんでそあそうしましょ,うかちょしちょっと実際使ってみましょうかいややっぱ正直その「も、え、のー、のけ姫」ってその自由病原菌鉄道下敷きにしてると絶対思うんだよね <laughs> あれやっぱ重火器に支配された人の話だと思うんだよね。おお、なんていうか、水野さんあれだよね。重さがマイナスとか言い出すタイプだよね。みたいなやつですね。ハイコンテキストなやつ。どういうことですか、ちなみに。これはですね、はい、フロギストン説って知ってます知らない。本当これはね、あの、科学誌とかやる人なだと、結構、はい 有名なトピックなんですけど、うん、酸素の発見が近代科学を生んだんだですよへ<ー>酸素というものの発見がおおむね近代科学の始まりとされている。うん、でそれまでの化学の最大のミステリーはもの、はい、が燃えるってどういうことだろうあ<ー>っていうのだったんですよ。もの、はい、が燃えるってどういうことか説明できますもの<ー>が燃えるとは何か一言で言えと言われたら。 どうなるでしょう,ーうわぁもう怪しいなぁ。なんか酸素をね、たくさん突っ込まなきゃいけないことと、<laughs> それによって二酸化炭素がこう、たくさん出てくることまではわかるんですけど。うそういうこと <laughs> <laughs> 力技で持ってきましたね。あ、はい。で,でも、いい線いってました。<laughs> ははは。物が燃えるとは、酸素と化合する、つくこと。ほうほうほう。あはなるほどね。なんですよ。はい。 だから酸素とくっつくことですよっていうのが一番簡単な。へえそうなんだ。だ、ね、からあの火ってのはその媒介みたいな感じってことですかその酸素とくっつくための。そうですだから酸素とくっついている時にエネルギーが放出されているのが火。あそうなんだ。ああそ,<う>そうかそうかだからああそうかそうかあのなんだ薪とかを敷き詰めて火をつけてる時っていうのは、うん、その出てるエネルギーが火なんですね。そうでへえ。っていうのがまあ一番簡単なうん燃えるの説明なんだけどこれがわかんないわけですねうん昔は。うん でなんならこれ直感に反するんですよ。だって紙を燃やしたらなくなるじゃないですか。つまりくっついてないじゃないですか。見た感じの観察からはどっちかというと出ていってるように見えるわけですね。くっついてるというよりは。だからこれはものが燃えるとはどういうことか昔の人は当然考えるわけですね。何かが出ていってるんじゃないかと。じゃあ出ていってるものをフロギストンと名付けよう。はあ。粘素。今後にするとね燃えるの素材で。 フフロロギギスストトンンがが出てていっっるという仮説説あったんですよこれ昔は結構信じられていたうん,うん、うん、だけど、まあ、違う反証がいろいろ出てくるわけですね、うん、一番分かりやすいのは金属を燃やすと重さが重くなるはおこれ説明つかないじゃないですか,、はい、確かにフロギストンが出ていってるなら軽くならないといけない、はい、からねでもフロギストン説を信じてる人は何をするかというとですねフィリドックスなんですよつまり 金属に入ってるフロギストンは重さがマイナスなんだよ <laughs>。金属のフロギストンは重さがマイナスだから出てったら重くなるじゃん。うんうん、ほら、で紙に紙に入ってるフロギストンは重さがプラスだから、うん、出てったら軽くなるんだよ。<laughs> ほら解決した。<laughs> 強硬に自説を主張する。<laughs> なるほど、なるほどね。はいはい、はい。この話僕めっちゃなんか人間っぽくて面白いな。確かにね。なんかフィリドックスの人あるあるだよねこのフロギストン説って。うそうですね。 思ってこれをウィットに富んで人をバカにするために応用するとお重さがマイナスとか言い出すタイプの人だな <laughs> いうふうに使えるわけです、ね、フロギストン説の人だとそうそうそう,そうあれ思い出しますね天動説と地動説の話を思い出しますねやっぱあだからあれでしょうやつ終点円によって無理やり天動説を補強していっぱい円が組み合わさってるからこういう動きになるんだよっていうやつですねうん うん、だからやっぱそういうのの営みですよね科学史とか学問史っていうのってそうそうちなみにあのこの本の原稿にも多分入ってるんですけどそれも入ってますあの終点縁を持ち出してきたな、はい、あやっぱり同じこと考えんだあともっと言うとそういうのをまとめてその重さがマイナスとか終点縁とかのことをまとめてアドホックな仮説っていう名前が付いてるんですよへ<ー>つまり現れた証拠 現れた状況に対して無理やりこう合わせいでだからそれって科学じゃないよねっていうもののことをアドホックな仮説って呼んだりするんですけどう、はい、そういうのをまとめてこの本に収録されておりますなんかあれですねつまみ食い僕らの得意技のつまみ食いが存分にできる感じで,でまさにそうです知的好奇心が刺激されまくるとそうですねだからイメージとしては人をバカにしながら身につける教養ああいいじゃないですかいいです、ね、みたいな本ですね性格ちょっと僕はそんな堀本さんほど悪くないけど読みたいなって気持ちになってきましたね <laughs> 水野さんもね 絶対裏でバカにしてるんですよいろんな人をねいやいやカメラ回ってる時にやってないだけでそん,そんなわけないじゃないですか <laughs> まあそういうことにしておきましょうはい、まあ、という本を鋭意制作中ですので,うん、うん、で僕本業が物書きで、まあ、それで食っておりますんですね、まあ、このの本が売れないとですねあの 死んでしまって筆を折ることになると。そうですね。あのもう食っていけない死のうってなってしまって、はい、あのこのパタる。このラジオが <laughs> このラジオ横とパタってしまう可能性がありますはい、はい、確かにね。<laughs> あのこのラジオ自体も堀本 P の基本的には堀本 P が動かしてるんで。あ <laughs> そうですね一応 P がなくなると,っとやっぱりいうっ、はい、もうやばいんで。<laughs> もし興味がある方は応援していただければ嬉しいです。ですね、応援してやるぞっていう方はぜひ予約フォームから、概要欄の予約フォームからちょっと m アマゾンになってるのか、なんかクラウドファンディング的なものになってるのか、うん、ちょっとまだ分かんないですけど、えー、そういうこともいろ、ね、んな作戦を考えてますんで、楽しみにしてます。こちらから確認していただければと思います。ぜひ概要欄のリンクを見てください。はい、じゃあ、ということで、えー、と締めというかですね、はいあの、最後に一言だけいいですか。そうでですすねめちゃくちゃゃく宣伝いいいませんやや あのこの著者ですねあの著者っていうのは、うん、このオークスフォードを読み終わってその本書いた人が、うん、えと言ってたのですげえ面白かったのあったのなーって思うのがあったんで、はい、それだけ紹介して、はい、えと終わりたいなとこれ著者はね最後に読み終わって「Z」のところまで行って思ったのが、うんうん、もう一度 OED を読みたいって思ったんですって。えー <laughs> えだっってて目にに入るののものが白黒になたたりした後ですよね、はい、オノマトマニアにもなってました、うん、でもうでそしてしかも本人はそんなこと全く思ってもいなかったと、うん、まさか俺がもう一回読みたいって思うはずないと、うん、思ってたのに読み終わった時にはもう読みたくなっちゃってたんですってへ<ー>魔力なんでしょうねあんまり書いてないなんかもう読みたいんだってっていう,うことしかあんまり書かれてなかった覚えがありますけど。 あ、だから人生がそれになっちゃったのかもしれないですねそう,そうですねもうそれを1年ずっとやってたから、うん、それをもっとやらなければってなってるのかもしれないだって世界のすべてはその中に入ってますからね うん、そうだね OED の中に OED のコンセプトというかあの、e「オックスフォード英語第一年物語」っていう本の裏に書いてある言葉もう一度言うと「<ス> The Meaning of Everything」なんです、ね、ああそうだわだからザそのエブリィシングが入ってるわけなので<ー>人生ですよねそれはそうだねそしてしかもある一人の個人の人生ではなくて世界の全てじゃないですかそれはうん、うん、っていうこともあって多分魅力に取りつかれたんでしょうねはあうわいい話だうん を旅してしてまったらそこが全てにっそう,そう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 。<ー>ということであの僕はそんな日は全く起きなかったんですけど今回を聞いてオックスフォード英語大典を読みたいなと思った方は読んで面白いと思った単語を我々に送ってください。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> ハードル高いリスナーに求めるもの多い <laughs> ということで、はい、今回もね長丁場の辞書シリーズでしたけれどもまた。 自書界ね根強いファンがいますんでうんよかったですまたやってほしいぞっていう方は高評価とかチャンネル登録感想のコメントとかねポッドキャストの購読高評価とかしてくれると、はい、また多分続きがあると思いますはいということで今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたこのラジオは 厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。